朝ドラ朝が来たあらすじ予告12月11日近放送文危機物語朝が古代友厚と共に炭鉱に向けて出発した後と新次郎は炭鉱であった里氏のことを思い出していました新次郎は小吉に告げました鹿屋からのれん分けした後に倒産してしまった両替屋の息子で。 幼なじみの肖像らしき男を炭鉱で目撃したと一方朝は炭鉱に到着治療作は無事でしたそんな中シは朝を責め立てます今回の事故は採掘を煽った朝の責任だとしかし友厚は爆発は単なる事故ではないと指摘友厚は火薬の破片が落ちているのを発見 何者かが恋に仕掛けた事故ではないかというのでした。